内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩でございます。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。台風がやってきておるということなんですけれども、今日も風がビュンビュン吹きながら、雨もね窓に打ちつける感じで、今ちょっと収まってるのかなという様子もありますけれどもね、洗濯物は干せない日でしたね、残念ながらね。まあ皆さん気をつけて、これからちょっときつくなるかもしれないのでね、この近畿の方はね、はい、しっかりいろいろ対策をしておいてくださいね。はい、ほんまに、うん、さあさあさあ皆さん、内田彩この前ね日曜日ライブだったんですよ。名古屋でね音楽祭りがありまして、栄南音楽祭っていうのがありまして、まあ、その時はねすっごいおかげさまでも綺麗な青空が広がっておりまして、でもね風が強くてでね、私何を間違えたか、スカートの衣装で行ったんですよね、うん、風のいたずら、風のいたずらがたまらなかったいろいろ、まあ、なんやかんやこう前がバーンみたいなことはなかったんですけれどもね、ちゃんとあの天気を見つつ衣装を決めないとなってこの何年かやってきて、うん、やっと思いましたねはい、まあまあ大きな事故にもならず、たくさんの方に見に来ていただけましてありがたかったです。そこでね新曲もちょっと実は歌わせていただいたんですけれども、今週の今日の放送は5月30日発売のニューアルバムから、ミュージックボックスからですね、新曲をお届けしたいなと思っておりますので、皆さん放送最後まで楽しんでくださいね。はい、さあさあこんな私内田彩とリスナーの皆さんとで今週も番組作っていきたいと思います。生放送でお送りしてますからね、今週のメッセージテーマはお祭りに参加したです。はい、あの今週5月15日の金曜日にね、あの京都三大祭りの一つ葵祭りが開催されますけれどもね、えお祭りシーズンやってきましたね。ねえ夏はもうほんまにいっぱいですけれども、まあその先駆けといいますか葵祭りがありますけれども、いろいろねそんな大きいお祭りじゃなくても地域のこう小さなお祭りだったり、言うたら地蔵盆とかもお祭りですからね、はい、皆さんがどのような形で例えばおみこし担いだりだとか、お店出したよとか、いろんな形でお祭りに参加されてると思います。もちろんあのお客さんとしてもね、はい、なので皆さんのお祭りに参加したっていういろんなエピソードメッセージをお待ちしております。はい、メールアドレスはaya@kbs.ne.jp、 全部小文字で aya@kbs.ne.jp、 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメールファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、持ってるだけでラッキーになると言われております。アメリカのね1セントコインが入ってるんです。このねミズーリ州バージョン、黒のかっこいいの、このラッキーペニーキーホルダーと、これからのシーズンに持ってこいです、蚊に刺されにくくなりますシューバグタグ、こちらをセットにしてプレゼントしておりますので、住所お名前お忘れのないようにメッセージ送ってきてくださいね。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りします。内田彩フィフスアルバムネクストページ J カントリーワールド、日本のメロディーとカントリーミュージックとを融合させた J カントリーの世界をさらに堪能できる一枚がお値段リーズナブルに登場。アメリカブランソンのベストミュージシャンたちと奏でた懐かしくて新しい J カントリーの世界を今あなたのもとに。フィフスアルバムネクストペイン J カントリーワールド、税込み1,000円、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトをチェック。 J カントリー、内田彩 J
J-Country。 改めまして、こんにちは、内田彩です。さあ、今週のメッセージテーマはお祭りに参加したということでね、葵祭りが近づいてきておりますけれども、私は小さい頃にあの地域のお祭りのおちごさんの行列に参加したことがあって、でその時はね、小学生の低学年ぐらいでしたね。朝から神を言っていただき、すごいあのね、和装のこの衣装をしっかり着させていただきね、化粧もするじゃないですか。でもね、残念なことに私ね、その時ね、前歯が抜けてたんですそう、前歯がなくてね、乳歯生え変わる時期じゃないですか、その頃だからね、あんなこう一緒にね、なかなかないあんな格好させてもらってるのに、ニカーって笑ったら前歯がないっていう残念な感じだったんですけれども、そんな思い出がありますね、お祭りといったら。はい、まあ、最近はもうもっぱらお客さんとしていろんなお祭りにね、参加してる内田彩なんでございますけれども、さあ、皆さんはどんな感じで参加されてるでしょうか。ラジオネーム美和子さん、彩ちゃんこんばんは。こんばんは。今日のテーマ、お祭りの思い出ですか。私の町内では4月に祭りがありまして、おみこしが出るので毎年担いでいます。準備としてバスタオルを畳んで担ぐはっぴの下に入れます。数箇所で休憩して、水分補給はビールや水を飲み、3時間ぐらい町内を一周すると汗だくになりますが、気持ちのいい汗なので肩の痛さも気になりませんよ。また来年も担ぎますよ、と。いいですね、汗かいてそうやってビール飲んでお水飲んで皆さんにワイ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 ってしながら、その時痛くなくても後から痛さってくるんですかね。私、おみこしは担いだことないのでって言っても、おみこしは大体男性がね、担がれると思うんですけれども、かっこいいですよね。あの男って感じがしますあのおみこし担いである皆さん見ると男っていう、パワーが感じられますね。はい。この方は、ラジオネームどんでんどんさん。あやさん、こんにちは。こんにちは。お祭り大好きです。生まれ育った土地の祭りだからでしょうか、我が町の秋祭りは、布団太鼓台が出ます。それぞれの町内に大太鼓台と小太鼓台が数台あって、神社に二十数台集まり、境内で担ぎ上げて練り歩きます。女子は昔、太鼓台に乗せてもらえなくて、町内から神社まで行く後をついていきました。物心ついた時は随分長い道のりだなと思っていましたが、大人になってついていくと意外に近くて早くついてびっくりしました。それに先立って町内を太鼓台が回りますが、太鼓の音が近づくと胸が躍ります、と。なるほどね、ちっちゃい時は長く感じても、大きくなったらそれほどでもなかったんだなっていうのもね、そういった形も楽しみ方かもしれませんね。で、なんかあの地域のお祭りってこう毎年笛の練習だとか太鼓の練習だとかってやっぱ各地域でされるじゃないですか、お祭りの前でね。そういった練習の音が近所で聞こえてきたりすると、あー、この季節やな、このお祭りの季節やなっていうのがすごい感じていいなと私はいつも思うんですけれどもね、どうでしょうか。はい。ラジオネームジョギングおじさんさん。さあ、この方、ラッキーペニーキーホルダー届きましたよ、ありがとうございます、おめでとうございます。さあ、あちらこちらで春祭りが行われている時期ですね。私はもうおじさんになってしまって、お祭りに参加というのはないのですが、子どもの時、氏神さんのお祭りでおみこしを担いで練り歩いたことが思い出です。小学生の方には小さいとはいえ本格的なおみこしは重たく、ハッピーの中にタオルを忍ばせて2日間にわたって担ぎましたが、その後3日間ほどは肩が痛かったのを覚えています。今となってはいい思い出ですが、その時は大変だったんですから。あやちゃんはおみこし担いだことありますか、ということなんで。ないですね、おみこし1回ちょっとね、あの練り歩くまではちょっと勘弁かもしれないですけど、ちょっとばかし2、3歩ぐらいなら担ぎたいなと。あ、ずるいですか、ダメですか、ね、あの皆さん書いてはりますけど、だいたいこのタオルを挟むもんなんですね、ハッピーの中に。まあでもその後3日間ほど肩痛かったって書いてはりますけどね、あんなげの人数で担いでも重たいもんは重たいですね。ね、いやでもかっこいい。ラジオネーム新言小僧さん。
最近は学校のクラブや授業などでなかなか参加させていただくことができず、すみません。あ、私のライブにですかね。ありがとうございます。また来てください。お待ちしておりますよ。私は小僧でありながら、小さい頃は毎年神社の夏祭りに行っておりました。夏祭りは出店でにぎわい、とても楽しいのですが、その後が地獄です。蚊に刺されすぎて足がボコボコになった覚えがあります。苦い思い出ですね。ではまた参加させていただきます。そんな真言小僧さんにシューバグタグをお送りしたいのですが、残念ながら住所本名が載っておりません。残念残念。じゃあ今年のお祭りはとりあえずシューって虫除けスプレーして行ってくださいね。そう、私もね、蚊に刺されるのでね、ね、もう買いますよ。先週も言ってましたけども、刺されますよ。はい、気をつけましょうね。皆さん、シューバグタグ欲しかったら、ちゃんと住所とお名前しっかり書いて送ってきてくださいね。はい、これね、持ってたらね、蚊に刺されにくくなるという優れものなので、そしてラジオネーム、この方、町中スキップさん。春祭りの季節到来ですね。僕は氏子として下五稜神社のお祭りで神輿を担ぎます。怪我をしないように気をつけても、肩は打撲で腫れると思います。飾り付けから収納まで行いますので、振る舞い酒で酔っ払うと収納の力仕事が大変です。地域の応援も盛大で威勢もよく素晴らしいお祭りです。ですからできるだけ体を鍛えてから参加するようにしています。ああ、なるほどね。まあ、夏場に向けてこのシェイプアップも兼ねて体鍛えて、さあ神輿担ぐぞっていうのもなんかいい目標かもしれませんね。でもお酒飲んで酔っ払って、まあ、その勢いでお力も出るのかもしれないですけれども、怪我はねそれだけは気をつけてください、はい、じゃあ今年も体鍛えて、どうですか。また報告待ってます。どんな感じだったか、はい、さあまだまだたくさん来ておりますけれども、今週はですね、先ほどもオープニングでも話しました、なんとニューアルバムから曲を初オンエアさせていただきたいと思います。はい、5月の30日に内田彩ニューアルバムミュージックボックス、日本語で言うとオルゴールっていう意味なんですけれども、はい、出させていただきます。そのオルゴールという曲が、まあ、入ってるんですよ、今回のアルバムね。その曲からまずは皆さんにお聴きいただきたいと思います。切ない壮大なバラードとなっております。はい、では聴いていただきましょう。内田彩でオルゴール。Oh,
あやアットマーク kbs.ne.jp、 ファックス 075-431-2300。 メッセージリクエスト待ってます。うちだや J カントリー、 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています、うちだや J カントリー。さあ今聴いていただきましたのはニューアルバムミュージックボックスからオルゴールという曲を聴いていただきました。まだ全部はオンエアできないんですけれども、ね、楽しみにしていてくださいね、全部聴くのね、はい、また後でもう一曲かけるんで、はい、はいはいはい。さあさあたくさんメッセージ来ております。お祭りに参加したということでね、今週のメッセージテーマは、ラジオネーム大阪いちごさん、あやちゃん5月14日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。自分で拍手しておりますそうなんです、あさってがね私誕生日で、今日ねスタジオ来たらあのスタッフさんがキルフェボンのケーキ用意してくれたはって、めっちゃ美味しそうで、後で美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。もうほんまにあのブログにも写真アップしたいと思います。はい、他にも、ね、いろいろあのお誕生日おめでとうメッセージありがとうございます。皆さん知ってくれてはるんですね、ありがたい、いやありがたい、はい。さあそんな大阪いちごさん、子供の頃は地元の地区で必ず夏祭りになると参加しないといけなくって、学校の平日とか休みの日に公民館に集まって踊りの練習をしていました。たまたま夏京都に観光に行った時に偶然清水寺を歩いていると小さな子供たちがハッピー姿でおみこしを担いでいました。小さい時思い出しました。今は仕事でなかなかお祭りに行けませんが、天神祭りなど毎年行って花火を見ながら屋台でリンゴ飴を買ったりして楽しい思い出ですね。今年こそは一度も行ったことのない祇園祭りに行ってみたいです。え、この方大阪の方、いや行ったことないんですが、それは一回行ってみましょう。うん、祇園祭りは一回行ってみましょう。あのコンコンチキチンコンチキチンの生の音をね、ぜひぜひ聞きに来てください。はい、ラジオネームツッチーさん、この方は、あ、境南音楽祭来てくださってありがとうございました。ニューアルバム早く聞きたいですということでね、あとお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。さあこの方は、小学生の時は子供会で秋祭りのおみこしを担いでいました。6年生だけは太鼓を叩けるので早く6年生になりたくてしょうがなかったです。一番楽しみだったのはやはり出店ですね。毎年リンゴ焼きとリンゴ飴を買っていました。リンゴ焼きって何ですか。リンゴ焼き、リンゴ飴はわかるけど、どんなんでしょう。え、私が知らないだけ。リンゴ焼き教えてください。イカのイカリングみたいな、違う違うか、どんなんでしょう。ラジオネーム近江八幡の由美子さん、子供の頃は盆踊りに参加していました。お祭りの日は出店巡りが楽しみで日記水を買ってちびちび飲んでいました。大人になってからもブラブラと出かけます。太鼓やジャグリングなどの大道芸も楽しみですが、もう一つの楽しみはゆるキャラに会えることです。あやちゃんは好きなゆるキャラありますか。今日は台風が心配ですが気をつけてくださいね、ということで。好きなゆるキャラですか。まあ、ベタにふなしベタベタやな、うん、でもふなし可愛いですからね。私もね盆踊りすっごい参加してました。月が出た出たでね踊るのがすごい好きで、ひたすらぐる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 回っていたのを覚えてますね。踊るのがすごく好きだったので、うん、盆踊りはよく地域のお祭り参加しに行ってましたね。はい、思い出ですわ、うん。ラジオネームコーラ少年さん、この方はね、昔地元の夏祭り参加しました。3歳の頃盆踊りの時に勝手に登りドラえもん音頭を踊っていました。一気に人気者になりました。今もドラえもんの服やお面を見ると懐かしいです。あら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 、主役になってはったんですね。ドラえもん音頭っていうのもあったんですね。今もそのなんか炭鉱節とか以外にそういったあの何でしょう、現代の盆踊り的な曲っていうのがあるんでしょうかね。どうなんでしょうね。この方ラジオネームカニ玉32さんんかな。子供の頃母が手作りの浴衣を作ってくれたことを思い出しました。嬉しかったな。あー、いいですね。浴衣手作りって素敵じゃないですかね。その浴衣を着てお母さんと一緒にお祭り行ってっていい思い出ですね。そういうのもいいな、うん。
この方はラジオネーム桂のとしさん。近くに神社がなくお祭りはありませんが、毎年8月に地蔵盆があります。お地蔵さんが家の向かい側にあるので会場になってます。その頃になると町内の人たちが集まって、子供たちは金魚すくい花火、そして全員夕食会やビンゴゲームをして楽しい時を過ごします。もうなんでしょうね、私も最近は地蔵盆には全然参加できてないですね。やっぱりどうなんですかね、地蔵盆ってこの中間世代中間世代って言ったらあれですけど、だいたいこの高校生大学生ぐらいになったらなかなかね、時間もなかったりして参加できてないんですけれども、こういった地蔵盆があるのっていうのは京都のねいいところであったりしますね。でこうやって金魚すくいとか出店があるっていうのはまた日本の良さでもあったりしますからね。海外とかないですもんね、こういうのね。いいなと思いますね、改まって思いますけれども、はい。さあさあ、まだまだ皆様からメッセージ来ておりますけれども、この方はどの方だ、あ、リクエストがね来てたんです。ラジオネームゲロゲロ Q さん。あやちゃんこんにちは。こんにちは。リクエスト希望します。君には笑顔がよく似合う、よろしくお願いします。よくご存知で、そうなんです、今からねちょうど流そうと思ってたんですよ。ニューアルバムからですね、このタイトル曲、君には笑顔がよく似合うという曲がありまして、これはもうまさに J カントリーの曲ですね。はい、楽しんで、前向きな曲ですので楽しんで聴いてください。それではお聴きください。内田彩で君には笑顔がよく似合う。日本のメロディーとカントリーミュージックを融合させた新ジャンル、 J カントリーの歌姫、内田彩。そんな内田彩が6枚目のアルバム、あなたの痛ましをリリース。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバム、あなたの痛ましい。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J カントリー、 KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。今週はね、新曲もお届けいたしました。来週もニューアルバムからね新曲をお届けするので、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。さあ、ここで内田彩ライブのお知らせでございます。アルバム発売をもうね前後にねもういっぱいいろいろライブがありますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。まずは5月23日土曜日、名古屋になるんですけれども、名古屋ドリームキューブ、栄と伏見の駅のね間ぐらいにありますドリームキューブさんで夕方4時開演、
内田屋ニューラバムニューアルバム発売記念ライブ決定しております。料金は当日にも来ていただいてその場で1000円お支払いいただいて、あとドリンク代別途でご入場いただけます。はい、名古屋遊びに来てくださいね。そして、はい、関西行きますよ。6月6日土曜日、内田屋ニューアルバム発売記念ランチライブがモダンタイムスさんで決定しております。木屋町三条上がるのエンパイアビル地下1階にありますモダンタイムスさんね、以前もねライブさせていただいたんですけれども、こちらで11時オープン12時スタートでランチライブをさせていただきます。こちらも当日受付にても当日来ていただいて1000円お支払いいただいて、あと別途2オーダーランチなのでね、はい、2オーダー頼んでいただいてご飯食べつつ飲みつつ新曲楽しんでください。もちろんギターのジョーさんも23日のライブからねやはりますので、はい、一緒にお届けしますので、ニューアルバムもゲットしていただけますよ。はい、そして6月13日土曜日、まあ、6日のその翌週ですね、6月13日土曜日は内田屋初大阪でワンマンライブが決定しております。ミセスドルフィンさん、西区の西本町、あの本町駅の24番出口から北へ徒歩1分の場所にありますミセスドルフィンさんで、夕方4時20分オープン、5時スタートで、ライブさせていただきます。こちらも当日受付にて1000円、プラスドリンク代別途となっております。このねライブすべてなんですけれども、撮影 OK です。フラッシュなしの撮影ライブ中ね。であとご購入 CD ご購入いただいた方には漏れなくラッキーペニキーホルダーをプレゼントさせていただきますよ。何バージョンが当たるかは楽しみにしていてくださいね。はい、さあそして8月29日、もう前からね言っております、焼肉の日です。8月29日土曜日に京都ミューズでワンマンライブが決定しております。市場の柳のバンバンところにあります京都ミューズさんなんですけれども、この詳細をですね来週の放送で発表いたしますので、はい、こちらも楽しみにしていてください。お待ちしておりますね。そして内田屋の CD 欲しいよと言ってくださる方、大垣書店イオンモール京都店の CD コーナーに内田屋の CD 置いてありますので、アルバムがね1枚目から6枚目まであります。6枚目と5枚目はお値段1000円です。ちなみに今度の発売のアルバムも1000円ですね。びっくりでしょ、私もびっくりですぜひぜひゲットしてくださいね。お待ちしております。さあいっぱいライブの日にち言ったからごちゃごちゃやと思います。ブログ見てください。はい、内田屋あやひらがなで、はい、さあさあ来週のメッセージテーマなんですけれども、来週はこれ知ってますです。雑学とか面白ネタ、自分だけが知ってることとかお得情報、雑学でね、例えばガラスは水の中だとハサミで切れるらしいですよ、スタッフさんから聞きました。まあそんなね、いろんな何でもいいです、これ知ってます教えてください。メールアドレスはaya@kbs.ne.jp、 ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。プレゼントもねラッキーペニキーホルダー、シュバクタグ3名様当たりますのでね。さあまだまだメッセージ、にゃんこさん、トワイライトムーンさん、ブラックミポラさん、ちゃん太郎さん、森山塾さん、シカキン人形さん、にわくぼ生活の一寿司職人さん、鴨大好きかっちゃんさん、ポフちゃんさん、ヒロさん、ひらかたの今井さん、天野純さん、そしてジンさん、月光のとこさんなどなど、たくさんありがとうございました。また来週ね、新曲もオンエアしますし、ライブ情報もお知らせしますよ。聞いてね。内田屋でした。内田屋 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。